サフィーかな。あれ、なんか穏やかになってますね。天気が。あ、サフィー。うんうんうん。そういやハグマだったね。元のサフィー、あなたを失ったかと。私すごく心配したんだよ。サフィーが急にいなくなったから。ほんと危ないところだった。ありがとう。まだ早いよ。ここから出る方法を見つけないと。今いる世界から。何？休んでるだけ。何もかも。うん。やっぱりめちゃくちゃだね。でもあんなバラバラの粉々になっちゃってたのに、マックスがすっかり元に戻してくれた。私もやるでしょ。大したことはしてない、ね、褒めて。私もやるでしょ。もっと褒めてもいいんだよ。褒めてるじゃないさっきから。あれ、ねえ、みんな忘れてくれるかな、私が心を奪い取ろうとしたこと。過去は消えてない、みんな全部覚えてた。時間軸を消したことはあるけど、今度は2つを1つに。タートルに移動してる。くっつけちゃった。ごめん。なんて、時間軸をくっつけた。うん、まあそんなところかな。タイムトラベルに現実改変に、壊れた友達を元通りにする能力まで持ってたの。他にもまだある。おいしい朝食を作る、鼻血や片頭痛。鼻血。なんだろう、大量の鼻血を出すとか。片頭痛もあるよ。超能力に鎮痛剤は欠かせないみたい。何？サフィーがなんだか悲しげに見える。穏やかに見える。その私の方が泣いちゃいそう。まあ、あんたはペットフードの CM でも泣いてたし。真面目な話。また場所が変わってる。天体観測したところやね。マックスがいてよかった。でも私はみんなをとんでもなくひどい目に遭わせちゃったからさ。許してくれよ、わざとじゃないでしょ。許してくれるよ。だとしても私が許せないかも。マヤは死んだままだし、大切な人たちは私を裏切った。ママは一生変わらない。諸悪の根源が母親っていうのが辛いよね。多分一番いいのはお別れ。え、なんでそうなるの。居場所はない。そんなことない、必ずあるって。青い髪の子が死んだ後どうしたの。そう、逃げたよ。サフィー、私とは違う、後悔してる。でも後悔してる。臆病だったって。あれから何年も自分を責め続けた。もしもっと私がうまくやっていればみんなを救えたのにって。
そんなこと言わないで。あのね、マックス、私たちみたいな人間はこんなしょぼい大学にいるべきじゃない。ここじゃしょうもない奴らがひたすらしょうもない名誉を奪い合ってるだけ。うちらは次元が違うの。ちょっと本気だよ、このとんでもない力。まさに神そのもの。それか化け物か。ごめんなさい、ちょっとサフィは化け物じゃない。私はもう怖くない、怖くない。サフィ、私はもう怖くない。呪いとか運命とか世界の終わりとかそんなの存在しない。だけどサフィは存在する。ここに残ってどうするか一緒に考えよう。みんなを傷つけた。私が直した。やり直せるよ、一緒なら。やり直そう一緒に。なるほど、そっか。今度はマックスの家だね。だから迷いがないんだ。結局頼れるのは自分だけってか。サフィ、私の最後のかけら、あんたの中。どうして私だけみんなみたいにならなかったの？信頼してるから。それかあんたのそのふざけた力のせいかも。そのままにしておきたい。変かな。そんなことない。うん、少しね。そんなことない。全然。ここ数日はもっと変なことがたくさん起こったし。でもやらないとずっと出れない。そうだね、私もそう思う。こうするしかないよね。病気か何かうつしちゃあれだし。向こう側で会おう。ねえ、ちょっと待って、ここはもしかして。サフィア。あ、大変。休み。ママ。大丈夫。毒親よな。助けを呼びますから。はっきり言っちゃうと。立ち上がれますか？さ、サフィ、手を貸して。かといって見殺しにしている理由にはならん。お別れって。言ったでしょ。いいの、マクシン。顔も見たくないというのなら、この子にはその権利がある。サフィ。お母さんなんだ、居場所のある。もう母親は別にいいよ、嫌いな嫌いのままで。みんなサフィを必要としてる。サフィ？てか誰それ。私は誰にでもなれる。でもあれだよね、写真撮って引き剥がしてるから。バーの可愛い子ちゃんにも、さらには
ああ、サフィーやめて。いや、あれは、あれは私に近づけないで。今のなかったことにしてよ。なんなら撃たなかったことにしてさ。何でもリセットできるのにどうして使わないの？その力を。サフィア何も分かってない。これは魔法の力じゃん。さ、魔法じゃないんだよ。私は何でも解決できる魔法のランプなんかじゃない。一つ間違えばどうなるか見たでしょ。確かに、いろいろ学ばなきゃね。ご指導くださる？マックス先生。はあ、やり直してくれるんでしょ、一緒に。サフィ、それはできないよ。私には私の人生があるし。私は仲間を探す。同じ能力者を。これまでずっと自分だけだと思ってた。だから誰にも言えなかった。ああいう目で見られるから。でも今はあんたがいる。時間操作に変身能力、二人でなら何だってできる。私はママがいなけりゃ一人じゃ何もできないか弱い女の子だったかもしれないけど、これからは世界を私の思い通りにできる。あんたはここで働いて生活して、まあカルドンで普通の幸せにでも浸って待っててよ。私は行く。でも戻ったら一緒に世界を変えてみない？私たちの手で。それとも嵐の中で言ったことは嘘？ね、サフィーの手を取る、断る。どうしよう。どうしよう。取ってみるか。友情を取る。ここに残ればいいのに。ここには何もない。いや、あんたはいる。だから待っててね。気をつけてね。数日後、モーゼス。
そっか、ちょっと待ってて、僕もすぐ行こう。今のところ順調やん。ところでみんなタート集まってる、本当に大丈夫？うん、覚悟はできてる。あ、パパとママ。いや、マックス、ママとパパで嵐がそちらに向かってるというニュースを見て無事を確認したくてね。今そちらかなり混乱しようだろうか。返事は急がなくていいからね。ただ様子を聞きたかっただけだから。一日経っても返事がないから親として当然ながら心配してる。無事だと幸せてくれた。何度も連絡するのやめるよ。誰だ？そう、ママとパパだよ。娘が恋しくて怪我でもしてないか確かめたくてね。引き続きニュースを追ってるけど、今のところ死傷者はいないようで安心してるよ。でも、連絡してくれると嬉しいな。心配メールを何度も送ってごめんね。きっとそっちの地域ではまだ停電してて携帯が使えない状態なんだろうね。そのぐらいの理由しか思いつかないよ。だから電気が復旧したら電話かメールしてくれるかな。本当にごめんね。すごく大変で妙な一週間だったけど、私は大丈夫。落ち着いたら必ず電話するから。ああ、無事でよかった。急がなくていいからね。でもあんまり長くは持たせないでくれ。愛してるよ、マックス。私も愛してるよ、だって。みんなタートルに集まってる。よし。全部正直に話そう。みんながタートルで私を待ってる。うん、合体させか。あ、ついにこの二人は本当幸せそうだね。自分の超能力を相手に説明する修羅場なんて経験ないだろうな。あれ、こんなのありましたっけ。ちょっと待って、レジ、めちゃくちゃだけどなかなかな人生だ。メールの返事しろよ。もう少しではスタンピングタートルで会おう。ロレッタ、こんにちは。手がかりファンの皆さん、ご存知の方も多いと思いますが、レイクポートは先週ひどい嵐に見舞われました。私に怪我などありませんが、新しいエピソードの配信には少しお時間いただくかもしれません。ごめんなさい。グウェン、私はもうカレドンを代表して発信できる立場じゃないけど、どうかみんなに支え合ってね。先週の嵐はみんなショックだったろうから。カレドは呪われて卒業できるうちにしとくんだ。アブラクサスソサエティ、多くの方がご存知だと思いますが、多くの方から声が寄せられているため、アブラクサスと例の嵐に関する質問が我々のところに殺到しています。そいつ以来、アブラクサスソサエティは今回以上に困難な状況の数々を切り抜けてまいりました。それを可能にしてきたのは、首脳陣の大胆かつ明晰なビジョンであり、その体制は今も変わらず健在です。はぁ、あ。あれ、メインフィード、どっちの僕がどっちなんだ。どうしたの。あの嵐以来妙なデジャブを感じてる人他にもいる。自分の周りが全部少しずれてるみたい。頭痛もするみたい。コナン、業務連絡、嵐の記事を送りつけるのやめてくれ。今アホでもわかる話題しか受け付けない。サンドイッチとか。ライ麦派、小麦派、小麦派。あなたとは永遠に分かり合えないわ。休みは相変わらず手の内を見せてくれないな。優秀な医療チームに1週間後には仕事に復帰できると言われたは全身あるのみよ。すみません、日記も更新されてるな。私の世界にサフィーのような力は他にない。これまでも一人で世界をさまよってきた。もし、今度は目的があったら正直心を惹かれたけど、一緒に行けないことは分かってた。サフィーがいなくなってから何もかもがぼんやりしてて現実味を感じない。タイムトラベルもそう。確かに現実なはずなのに、最後には自分以外は誰も何も覚えてない。そしてまるで間違った記憶や嘘みたいな、誰も信じてくれないし、誰も自分と同じようには理解してくれない。でも時間を巻き戻すことはしなかった。起きたことは現実だから、逃げたいし戻って、取り消したい失敗はいくつもあるけど、私が今いるのはここ。私はこの現実を受け入れられる。古来も私の選択を褒めてくれるかな。だって、あ、ちょっと今回ここまでにしておくか。あ、ようやく世界がね、時間軸で分かれていた世界が一つになったっていう話ではございますが、
とぐるっと見るかな。なんか調べられるところとか振り返れる場所とかわかんない。あ、ある。ちょっと座ってこうかな。はい、では座ります。どうなったとしてもマックスと過ごした時間は全部本物。二つの現実が嵐の中で一つになった。全てが元通りに思えるけどそうじゃない。こうも簡単に受け入れちゃうんだから人間の脳って不思議。高校生の私だったら無理だったかも。でも今は大丈夫。もうあの頃みたいな子供じゃない。あの時は何年も苦しんだけど今度は前を向くんだ。こういうことね。誰かが死んだような。誰だっけ。なんかぼんやり覚えてる。いやあ、アリス。ティム、返信くれなかったね。どうかえ、誰かとお話できるかないか。まあちょっと今回はここまでにしようかな。じゃあ続きはまた次回にします。お疲れ様でした。